11月21日、川崎市中原区の等々力緑地で中原子ども自然観察会が開かれました。これは地元の自然をテーマにした講座などを開催している NPO 法人みどりな暮らしが主催した自然観察会で、この日は9組の親子が参加しました。今回は等々力アリーナのそばにある21世紀の森で自然観察員と一緒にどんぐりや落ち葉などを拾い、それを箱に詰めてオリジナルのお弁当を作りました。どんぐりどんぐりどんぐり、いろんなところにあるな。開始からおよそ1時間秋の自然がいっぱい詰まったお弁当が完成。最後はみんなで披露し合い、観察会を終えました。あと弁当最後の1個で決まったあと弁当どんぐりの実が、落ちてるところと落ちてないところをと教えてもらったり、どういうどんぐりだよとか教えてくれたりして、ちょっとなんか頭が良くなりましたここの場所で、これだけ集められて、いっぱい色とりどりのお弁当ができて楽しかったです。今回は初めての試みだったんですが、ここのなんていうんですかね、フィールドで楽しめる活動だったかと思います。またここで知ったものを家の近くで探してみたり、また自然を楽しんでいただけたらなと思います。